はい、横浜管内の鉄です。今日はですね、赤レンガ倉庫でやってる横浜防災フェア2024を取材してみたいと思います。まずこちらのスーパーレンジャーの消防車ですね、特別高度救助部隊ということで、毎回こういうイベントでは出てる消防車になってます。やっぱかっこいいですね。こちらは瀬谷の8号車ですかね。こちらは US ネイビーとなってるんで、海軍ですかね、アメリカのの消防車だと思います。はい、中の方入ってみるとですね、こちらは消防車に実際に乗ってみることができるみたいですね。でその先はステージになってますけども、これは後ほどいろいろな方がステージ上でパフォーマンスを繰り広げるんだと思います。こちらの方はいろんな団体のブースが並んでるみたいですね。横浜市総務局危機管理室から、次が海上保安庁ですね。こちらは海上保安庁の車みたいですね。こちらはもともとレジャー用のトレーラーだったそうなんですけども、防災にも使えるということで今回出てるそうです。こちらは9時をやってるみたいですね。はい、こちらは災害時の非常トイレですね。まあこういうのもいざという時には役に立つのかなと思います。はい、こちらではですね、会場でこれから船舶の紹介があるということで行ってみます。横浜防災フェア2024にお越しいただきまして誠にありがとうございます。